金属床義士義士とは喪失した歯を補うための人工臓器の総称である。加工義士、優勝義士、インプラント義士などの方法を使用して人工歯で歯を補う。義士の歴史は紀元前にまで遡ると言われている。日本では平安時代の頃に使われ始めた。優勝義士の素材は木製だった。現在はプラスチックや金、銀、チタン、セラミック。 メタルボンドポーセレンなどの素材を使用している。健康保険適用の保険技師と健康保険適用外の技師があり。これは診療内容や技師に使用される材料の違いによる。差し輪とも表記される。葉の根っこが残っている場合にのみ使用可能である。歯管継続場も参照。ブリッジは左右の葉を利用する。デンタルインプラントと同様に骨に穴を開けて。 前入りする手術が必要であり、状況によって不可能な場合もある。また、一本の独立した歯の治療に使用する、デンタルインプラントのことを指す場合もある。一般的に、優勝技師は、入れ歯と呼ぶ。優勝技師には、極部床技師と総技師があり、極部床技師は一波結損から一波残存までの、症例に使用される技師のことを言い、全部床技師は、 残存場が全くない症例に使用する技師のことである。部分床技師は、床、人工場、クラスプ、レスト、連結紙等から構成されており、全部床技師は、床、人工場のみで構成されている。優勝技師を安定させるための入れ歯安定剤という、ものや、専用の入れ歯洗浄剤が販売されている。紀元前700年700年頃、北イタリアのエットルリア人は、 人間の葉や動物の葉を使って義師を作っていた。これはすぐ劣化するが製造が容易であり、19世紀中頃まで広く使われた技法だった。日本では7世紀に仏教とともに仏像用の密漏技術が伝えられるとそれを応用した木床義師が発展し、平安時代には僧侶を中心に使われた。木製義師は日本独自のもので、 紀の国内にある衣笠山岩城寺の二層が使った上学用の告げ製のものが日本最古として現存。仕組みは現代と同じで、義士と顎の間に唾液が入ることで真空になり、吸着する。江戸時代に入ると物資に代わって、専業の入れ箸が現れ、庶民にも広く普及した。ヨーロッパでは、複数本の歯に対応した義士は、15世紀にはすでに使われていた。 骨や臓毛を削って作ったり、死体の葉を使ったりしていた。亡くなったばかりの死体の葉を売却することも珍しくなかったという。型を取ることが技術的に不可能だったため、これらの技師は金属や絹の糸で周囲の刃に結びつけるのが普通で、あまり使い心地は良くなかった。特に問題は、骨や臓毛を使った技師が唾液で徐々に溶けていく点と、上の技師の固定が、 難しい点だった。17世紀のロンドンで、鹿木講師や、科医の先駆けとも言うべき、オペレーターズ・フォー・ザ・ティースと呼ばれる人々が出現した。彼らは、金細工や、造毛細工の職人だったり、下科の役割を果たしていた、利用師出身である。最初の統制技師は1770年頃、アレクシス・ズチャー・テアウが開発した。1791年、 ズチャテアウの助手だったニコラス・デューボーはデキーメントがイギリスでデキーメント S スペシフィケーションという技師に関する特許を取得した。これは、統制の技師とバネを使って上下の技師を固定する方法を含んでいた。このような初期の技師を使っていた人物として、ジョージ・ワシントンがおり、王鹿の牙を原料としたもので、1764年には葬儀師を使っていたと言われている。 ワシントンの義師はマウントバーノンに展示されている。1820年、ロンドンの金細工師、クラウディウス・アッシュが18金のプレートに成功な陶製の葉を埋め込んだ義師を製造し始めた。従来の陶製の義師は繋がった形で作られていたのに対して、アッシュの義師は一本ずつ陶器で作ったものを土台に埋め込む形になったのである。さらに1850年代には、 バルカナイトを土台に使うようになった。20世紀になると、アクリル樹脂などの合成樹脂が使われるようになった。葬儀師歴史参照、ザインベンションズ・ザット・チェンジ・ド・ザ・ワールド、リーダーズ・ダイジェスト、ポーチュギーズ・エディション・オブ・1983、富士テレビトリビア普及委員会、トリビアの泉平の本参考談者、2003年。祖父の作った告げ抜きの記ユカ葬儀師、 松本歯科大学教授、大田敏夫2005.5、16週古創書、紫草、岡田村尾編1916年、ジョン・ウッドフォード、ザ・ストレンジ・ストーリー・オブ・ォルス・ティース、ロンドン、ラウトレッジ・アンド・ケガン・ポール、1968、フジテレビトリビア普及委員会、トリビアの泉平の本語講談社、2004年、S.E. エデン、W.J. スケル &J. ブラウン、 A Clinical Trial of Light Cure アクリリックレジン 4-Autodontic Use Journal of Awesome Text Vol. 29 No.1 51-55 March 2002ありがとうございます。